はい、皆さんこんにちは。今日はポルトガルのリスボンですね。ここから、飛んでそうで飛んでなかったんですよね。やっぱりこの歴史的なタグがたくさんついてますね。この入り江になってるんですね、これね。そこからですね、ちょっとマドリード目指そうと思ったんだけど、ちょっと遠いんですよね、マドリードまで。行けないことはないんだけど。で、このコインプラっていう、ここもですね、古代ローマの時代の都市遺跡なんかがあるみたいですね。いろいろタグがついてます。おそらくは、キリスト教関係の伝道師のですねお墓とか、多分そんな感じのとこだとは思うんですけどね。このポルトガルっていうと、スペインと一緒にね、16世紀一時的に世界で一番強い国に躍り出ましたよね。大航海時代というもので、ポルトガルはブラジルとかですね、主にそのアジアの方ですね、インドとか東南アジアとか行きまして、スペインの方は南北新大陸ですよね、そっちの方に行って、そういうふうに住み分けをしたんですけど、ところがこの両国っていうのはしばらくしてね、オランダとかイギリスにその地位を奪われるんですね。フランスとかね。これがなぜそうなるのかがいろいろ学者の間で言われてるんですけど、今日は日曜日で、明日は月曜日なんですけど、明日はちょっとね、米国が休場ですので、3連休なんですよね。ですから、金曜日ですね、ダウが久しぶりに下げましたよね。あれは3連休を前に手仕舞い売りが出て、ちょっと最近調子が良かった分ですね、利確が出たのかもしれませんね。あとはまた FRB の高官がタカ派の発言しましたっていうのもね、そういうのもあったみたいですけど、金利が上がるっていうんでね。ですんで CPI が終わって FOMC が利上げ停止になって、ある種一段落ついたっていう感じがあるんですよね、アメリカの、経済イベントっていうか、一段落ついたんですよ、やっぱり。去年の3月だったか5月だったか、利上げをもう急速に、あれで何でも過去最高のペースでの、ピッチでの利上げらしいですね。あれよあれよという間に1年間でですね、5.25 まで来たんですよね。ものすごい速さで、過去最速の速さで利上げをしてきたんで、それはですね、もう地銀のあれだけのやっぱりね、ダメージ出ますよね。これがリスボンですね。いろいろなタグがついてて、歴史的なね、非常にやっぱり古い町ですからね、古代ローマの頃にはある程度もう原型はできてたと思うんで、ちょっと駒落ちがしてますね。
こに橋がかかってて、これは何なんでしょうね、島になってますね。まあこっちが概要なんでしょうかね、西ですからね。ポンテ・アブリル・ブリッジ、まあ橋があります、大きい橋があります。これは、うん、なんか塔がありますね。まあせっかくなんでちょっと周遊してみたいと思いますね。さっきあれ多分キリストの像じゃないですかね。あれブラジルにもあんなのなかったかな。ちょっと見失っちゃいましたね。いやー私はもう夏風邪ひいてしまって結構しんどかったですね。コロナかなと思ったんだけど、コロナかもしれないけど、どうでしょうね。微熱がちょっと続いてる感じで、すごいなんかね、夏風邪ってやっぱしんどいですよね。なんかこう、まあそれで、あの太平洋戦争シリーズをね、久々に1年ぶりぐらいに更新しましてね、まあ、あのレーテとマリアナ沖海戦ですよね。まあこれでね、一仕事終えた感じです。本当に1から22までね、あれ結構力入れてやったんで、うん、まあその太平洋戦争の、まあ、全略、あの全史からですね、まあそのクライマックスとなるレーテマリアナまで一応通史は投資でできたんで、22回で、うん、あれ長いやつで1時間ぐらいの動画になってるんでね、ぜひ皆さんもあの見てほしいんですけど、メインチャンネルの方に1から20があって、サブチャンネルの方に21と22ですね。あの再生リストのところを押せば太平洋戦争シリーズって出てくるんで、いやあれは本当力作ですね。うん、あれをやりたかったんですよ私は。うん、やりたいんだけど、どうやって、難しいなと思いながらね、2010年ぐらいからあのその関係の本を読むようになって、でまあどっかでこれ研究成果を発表できたらなと思ってたんですけどね、まあある程度やり遂げたんでね、まああとはこれからは通史は終わったんで、骨格は終わったんで、まあ肉付けをしていってもいいし、まあちょっと気楽にやろうと思ってます、今以降はね。まあメインチャンネルのやつもおかげさまでね、1000人突破しましたし、まあ1000人突破してね、それから調子良かったんだけど、1090人を超えたあたりからですね、全然増えなくなっちゃって足踏みしている状態なんだけど、まあそれでもね、
収益化しましてね、まあなんというか報われた感じがしますよね。うん、まあそのそれもあるし、太平洋戦争シリーズを一度通史を骨格をやり終えましたんで、まあめちゃくちゃこう肩の荷が下りた感じですよ。本当にやっぱ達成感ありますね。まあこれが一つのライフワークなんでしょうね。やっぱライフワークと言ってもいいですね。あれは本当にメインチャンネル本格的にやり始めたのが2018年の12月なんですよ。まあだから、まあ、ほぼほぼ2019年からやり始めたんですね。で9、10、11、12で4年半ぐらい経ってるわけでしょ。4年半で22回やりましたからね、あの太平洋戦争の。あれはまあ結構だから22回でしょ、年間5回ぐらいですか。うん、年間5回ぐらいですよ。4年半経ってるんでね。あれ最初やいつぐらいやったのかな、2020年ぐらいですかね。ちょっといつぐらいにやり始めたのか忘れたんですけど、今コインプラっていうの町を目指しています。ああ風力発電がありますね。ヨーロッパっていうのは風力発電が結構多いんですよね。それで自然エネルギーっていうかね、太陽光、水力、風力、地熱っていうのが結構ね、まあ地熱はちょっとヨーロッパはあんまり盛んじゃないかもしれないけど、火山帯とかがないんでね。だけどね、自然エネルギーの割合というのがヨーロッパはめちゃくちゃ高くなってて、でこれをね蓄電池で充電できるようになると、まあ相当ですね、エネルギーは化石燃料はいらなくなるんですよね。まあもちろん自然エネルギーの場合は常に安定しているわけじゃないんで、結局は火力発電のインフラっていうのはいるんですけど、うん、そこってすごく難しいんです。電力ってね、需要と供給がほぼ一致してないと止まっちゃうんですよね。ですからじゃあ急にですね、雨続きになって太陽光が使えないから、火力発電を上げてくださいって言われても、なかなかですね対応できないわけでして、一番やりにくいのがね、石炭火力なんですよね。ちょっと時間かかるんですよね。だけど天然ガスとか LNG なんかは割とすぐ立ち上がるんで、まあですからそういう非常用というか、自然エネルギーが使えなくなった時の立ち上げ用にインフラっていうのはね、必ず一定数いるんです。うん、夏なんかはね日照りが続いてそれを蓄電で使えるんでね、夜なんかも使えるようになると思うんですけど、今はちょっと蓄電がそんなに、まあ少なくともね、全固体電池ができたり、その電池の1キロワットアワーあたりの単価がかなり下がらないと普及しないんで、今じゃちょっと難しいですね。今スペインの、まあ、割と沿岸、大西洋岸を飛んでますけど、まあ産地はないですね。穏やかな、
まあ、それで相場というものがアメリカの相場が一段落したわけですよね。要は、しゃかりきに利上げをしていた1年、まあ、3ヶ月ぐらいですか、それが終わって、まあ、様子見ムードに入り、そしてゆくゆくは利下げの段階に移るという流れの中で、まあ、当然株価は上向きになっていきますね。利上げ最終日から1年後の S&P の上昇率なんていうのは、過去7回ぐらいあるうちの6回ぐらいはですね、上がってるんで、平均だいたい 15% だったか上がってるんで、で利上げ最終日を仮にまあ7月とすると、まあ、そこから1年後の来年の7月ぐらいまでは、まあ、結構上がるんじゃないかなと。って言ってもね、7月は僕利上げしないような気がするんですね。9月、8月はないんで、 FOMC が9月にもしあるかどうかって感じですね。うん、7月は私の予想で、あの CPI がかなり また低くなるんでね、それこそあの ISM 製造業とか雇用統計がめちゃくちゃ強い数字が出てきたら別ですけど、7月は見送りになるような気がしてますよ。うん、まあ、とにかくこの6月の先週のね FOMC で一段落、ある種のその大きい枠で見た時のですね、枠組みの見た時の、あの一段落したんですよ。とにかく相場のそのステージがですね、切り替わったんですね。うん、切り替わったことは間違いないです、これは。で、今何が懸念点があるんですかっていうと、まあ、やっぱりそれは細かい話でいくと商業用不動産とかね、まあ、あとは本当にこの景気が腰折れせずに、まあ、ちょっとしたそのリセッションが本当に来るのか来ないのかとかありますけど、まあ、いずれも小さい問題で、あの来たら来たで利下げすればいいし、量的緩和に踏み切ればいいんであって、あんまりですね深刻な問題にはならないんです。で、利下げをしていくってことは、あの国債の表面価格が上がっていきますから、地銀なんかは助かりますよね。うん、まあ、ですから向こう1年はね、僕は株は結構安泰なんだと思いますね。で、その間に航空株がどれぐらい戻すかですよね。まずその試金石となるのが、7月のデルタが最初13日ですかね、46の発表してきますんで、まあ、そこがまず試金石になりますね。で、その時に7級の見込みなんかも出てきますから、まあ、強い数字が出るとね、まあ、あとはその中国の景気ってものが意外に復活してこないよねっていう話があって、まあ、それがなんでなのかっていうのはいろいろ説があるんですけど、結構その中国のリオープンが、欧米社会のリセッションを中和するんじゃないかっていう見込みが結構あったんですよね。で、それがなんかなかなか上がってこないっていうんで、まあ、でもそろそろ上がってくるように見てるんですけどね、僕としては。うん、まあ、やっぱり恒大集団 の不動産関係の焦げ付きなんかが影響してるんでしょうかね。ちょっとそのあたりがよくわからないんですけどね。まあ、何しろ中国の経済指標というのは大本営発表ですからね、嘘なんですよね、かなり嘘が混じってるんでね、当てにならないっていう面があるんですよね。うん、で、まあ、そういうふうに経済の基調はそんなに向こう1年心配してないんだけど、やっぱりウクライナ戦争の行方ですよね。で、これが一気にゲームチェンジになっちゃう場合は、エスカレートが、まあ、この前またプーチンが
核について言及しましたけどね、今は使う必要はない、まあだけどこれ裏返せば場合状況によっては使う必要が出てくるっていうこととも読み取れますんでね。でこれ絶対旗色が悪くなってきたらね、この話をまた持ち出すはずなんで、だからやっぱりねこれからはウクライナの状況ですよ、これよく見とかないと。で悪くなればなりそうだったらキャッシュポジションに一旦戻さないとダメですよ。うん、これ何起こるか分かりませんから、いわゆるテールリスクっていうの、一番テールリスクの最たるものがこれですからね。皆さんも この事件は大丈夫だ、核に発展することはないんだと高をくくってるところがあるんですけど、なんでそんな高がくくれるのかが全く私は不思議でしょうがないんですけどね。高をくくれる状況じゃ全くないんだけど、むしろ危なくなってるわけですよね、今ロシアが攻められてるということは、領土が奪回されていくはずなんでね。でただその今旅団でもう6個か7個ぐらい投入してるけど、やっぱりその進展はものすごく遅いですよね。以前のそのハルキウが電撃的に奪回できたみたいなあの話とはもう比べ物にならないぐらい遅いわけです。要はバフムートでやり合ってるようなそういった動きです。そういったスピード感覚なんですよね。でいやこれからまだ本格的には投入してないから今は威力偵察なんだとか言ってるけど、あれそんなことはないと思いますよ。もうだいぶ投入してるようですよね。7個ぐらいは投入してるんで、残りあと5個ぐらいしかないんじゃないですか。うん。でレオパルドもね5両、まあ最新の報告はちょっと確認してませんけど、5両でブラッドレーが16両だったかな、結構やられてますよ。うん。でやっぱね、一つはその戦闘ヘリが出てきている。でしかもそのこっちのスティンガーの射程外から撃ってきてるんで、あの対戦車ロケットとかね、で上から来るんでどうしても装甲の上部は弱いっていうことで、まあその辺がやっぱりいかにレオパルドといえども、まあ戦車砲と違ってやっぱり策略量も大きいですし、大型のミサイルですからね。まあロシアのミサイルは命中率が低いとは思いますけどね。まあそれでも密集しているところに連射されるとですね、まあそれなりの威力を持つと思うんですよね。で一方でその長距離でヘリを撃ち落とせるようなパトリオットとかナサムスはですね、都市の守りに使ってるんで、移動式ので、そもそもね移動式の対空ミサイルというのはね、西側特に米軍はですねあんまり用意してないんですね。なんでかっていうとね、米軍はまず空軍が圧倒的に強いですから、そんなものを出さなくても最初の空軍のですね制圧作戦でもう制空権を取ってしまうんですね。だから地上兵器に随伴していくような対空ミサイル車両なんていうのを、ソ連なんかは昔からそういうのを好きで作ってるんですけど、西側はねあんまり持ってないんです。それはせいぜいマンパッツで人が持つスティンガーとか、あとそのスティンガーみたいなやつをピックアップトラックの後ろに据え付けたアベンジャーっていうようなやつとぐらいでして、あんまりですねその地対空ミサイルの開発、その移動式のやつはねですね、あんまり開発に関心がないんです。西側はソ連なんかロシアなんかはブークとかですねストレラとかですね、いろいろキャタピラ付きだとかいろいろ開発してるんですね。そういう地上部隊に随伴して、対空カバーをするっていうやつを持ってるんですけど、
西側はそこはあんまりないんでね。でスティンガーはスティンガーで弱点があって射程が短いということですね。なんでその中距離ぐらいをカバーするようなやつで、本来はそれは西側の NATO とか米軍はですね、戦闘機がそれを担うんですね。だけど今回は特殊な戦争なんで空軍抜きで戦っている状況なんで、本当に飛車角抜きで将棋を指しているようなもんなんです。NATO が空軍を援助すればそれで済む話なんですよ。あれ最初からそうしときゃよかったんだけど、まあエスカレートの危険もあって、まああるいはまた別の思惑もあったのかもしれませんね。なんでかというと最初から NATO が F-16 とかを提供してしまうと、ロシア軍が怖がって出てこなくなりますよね。特に前線の戦車なんかは出してこなくなりますよね。エアカバーを完全にされてるから、上から撃たれたらイチコロですから。そうすると戦車とかを出してこなくなると叩けなくなりますよね、こっちからすると。そしたら向こうは兵器を温存することになるんで、そうじゃなくてエアカバーをあえて外してですね、戦車とかをどんどん来させて、でそれを叩いていくっていう手法、これはある種賢いやり方なんですけどね。ロシアが手元に戦車を残しちゃうと、また今度いつ攻めてくるかわからないと。だからあえてその、昔の第一次世界大戦の頃のような戦い方に切り替えたわけですよね。エアカバーなしにしたんです。あれやってもよかったんですよ。戦闘機でエアカバーして、でそこでこちらも対戦車ヘリとか戦闘攻撃機とかを投入すればですね、あんな塹壕戦作られたって上からやれば一発ですから。本来は現代戦というのはそれなんです。だから今のロシアのウクライナの戦争を見て、あ、これが戦争なんだと思わないようにしないと。あれ若い人なんかは勘違いしてこういうもんなんだというふうに思っちゃうわけですよね。全く違いますよ、イラク戦争とかの実装というのは。ほとんどがもう空軍で決まっちゃいますから、最初ね。うん。で制空権を取った方があとは上から地上部隊を叩いていくだけの、まあそんな話になるんで、実はものすごくね、一方的なワンサイドゲームになるんです、大体現代戦というのはね。だけどその一方的に勝ちすぎちゃうとエスカレートしてしまうっていうのと、そのさっき言ったその戦車をわざとおびき寄せて叩けばいいんだっていう、ある種すごく高等戦術を使ったもんで、エアカバーなしになっちゃったんです、今までのところ。これからはどうか分かりませんけどね。ただね、これもね、その、まあ、結果論としてはロシアの戦車がもう3000両ぐらい今お釈迦になってますから、良かったんだけど、でも逆に言うとウクライナの兵隊がたくさん死なれたわけですよね。これはものすごく気の毒なことで、最初からその戦闘機を与えておけばですね、もっとウクライナの兵隊は死なずに済んだわけですよね。で案外ね、そのエスカレートするエスカレートするって言いますけどね、本当にするのかなというのはありますよ。うん。まあ、ただね、そこはやっぱり分かりませんのでね、まあ、今のところプーチンも仏の顔をしてますけど、あれがねメリトポリぐらいまで行かれちゃうと焦ってくるでしょうしね。で来年の3月に選挙があるでしょう。でそれまでに大敗を喫してしまうと、プリゴジンがまた立候補するとかっていう噂もありますよね。でプリゴジンの部隊を、まあ、何万人いるか知らないけど、クーデターを起こす可能性があるとかですね。
まあその場合にロシアの正規軍がどっちにつくかですよね。プリゴジンの方につくことになると、もうこれはプーチンの後ろ盾がなくなりますんでね。まあクーデター成功ということになります。クーデターが起きる可能性というのは結構ありますよ。プーチンを見限られた時ですよね。要はロシアのその上層部っていうかね、有力者たちがプーチンを見限った時ですよね。おそらく。今、コインプラですね。まあちょっといろいろタグが出てて、まあ古代遺跡とかがあると思うんですけど。まああんまりどんな遺跡があるかよくちょっと分かりませんね。まああと気になってるのはね、人工知能ブームというのがどのあたりまで続くのかですよね。今年いっぱいの何か一過性のものになるのか、あるいはもう100年200年単位の本格的な人類のマイルストーンになるのか、まあどっかで AI バブルっていうのがはじける時が来ると思いますけどね。あんまり大体何でもですね、そういう新しい鳴り物入りできたやつは一回バブルになって弾けるんですよね。ビットコインなんかもそうでしたけどね。なんで、それの時をちょっと注意しないといけないですけど、どうでしょうね、人工知能でどれぐらいのことがやれて、で、それを開発した会社が儲かるかどうかですよね。そこにかかってると思いますけどね。儲からなければこれね、しぼんでいきますよ。結局、何百億何千億って投資してもこれって儲からないですよねって話になると、まあやっぱり裾野が狭くなっていきますんでね。今はまあなんかもう誰も猫も杓子も AI で開発してるベンチャー企業がいっぱい出てきてるみたいですけど、これがあんまり儲かりませんとか、あとは大企業ばっかり結局儲かってる状況になったりすると、なんでね、このあたりはね、政府、まあどうでしょうね、規制なんかを規制緩和して、大企業が独占しないような、あるいはその人工知能関係の特許は、まあ保護期間を短くするとかですね、競争を促していかないと、やっぱマーケットが拡大していきませんよね。畑あたりに降りていきましょうかね。まあだけどマイクロソフトがね、再び Windows を発表した頃のような熱狂に包まれるんじゃないかという人が出てきてますよね。一番やっぱりマイクロソフトが先を走ってますんでね、人工知能に関しては。
まあですから明日以降の、まあ明日はちょっと米国休みですけど、今週からの第2ステージの株価の世界のステージが第2ステージになってますから、もうステージが変わってますからね。それの作戦としてはウクライナ戦争に注意しつつ、ある程度安心して見ていられるじゃないかと。で、まあ人工知能の動きなんかもちょっと横目に見ながらという感じになっていくと思いますね。今のところ私のある程度予想に近い動きになってるんで安心してます。あ、ちょっとあそこ川があるな。わーっと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 、あ、川越えた。もうちょっともうちょっと、おお、見晴らしがいい。よし、はい、ご視聴ありがとうございました。